すまない。いずれは話さなきゃいけないと思っていたんだが。悪い時に話をしてしまったね。許しておくれ。母さんもお前が決して嫌いなわけじゃないんだ。ただ今は。私、お母様のこと少しも憎くないわ。わかるもの。さくら。お母様、かわいそう。でも、私もつらいの。さくら。私、外に出たい。ダメだよ。ほんの少し、ほんの少しでいいの。町の人の顔を見たいの。毎日テレビで眺めているだけなんて、いや。お前は人と触れてはならないんだよ。どうして、どうして触れてはいけないの。お前が普通の人ではないからだよ。夢織りの力を持っているから。お前はみんなの夢を操ってしまう。多くの人の夢を変えてしまう。私、そんなことはしないわ。しようと思わなくてもそうなってしまうんだ。いろんな人に触れてしまうと、その人の夢のところに行ってしまう。もしその人が悪い夢を見ているのを知ったらどうする。お前のことだ。お前はきっと変えてしまうよ。死んだおばあさんもそうだった。子じゃないんだ。あとちょっとの辛抱だ。とにかくもう少ししたらここを売って、もっと人のいないところへ移り住もう。私、人のいないところは嫌。いっぱいいろんな人と会いたい。さくら。スー、私、どうして生まれてきちゃったのかな。私、自分の力って、もっと人を幸せにするものだと思ってた。私、いなくなっちゃった方が、いいのかな。ご主人様がいなくなったら、スー、寂しいです。スー、お前はいつでも私に優しいのね。スー、ご主人様のこと好きです。様、どうなさったの。お母様。お前、ひどいじゃない。え、あんな嫌な夢。お母様。お母様。私に何をしてほしいんだい。え、そんなに人の夢を持って遊んで楽しいかい。え、何度も何度も死産の夢だなんて、お前はそんなに私が憎いのかい。お母様。そうはいくものか。この子は絶対産むから。産んでみせるわ。お母様。お母様。どんなことだよ。お母様。呪いだわ、きっと呪いよ。あの子は
を嫌っているのよ。殺そうと思っているのよ。だってそうじゃない、血もつながっていないんだもの。それに私はあまり母親らしいことはしていないし、花子は私を憎んでいるんだわ。どうして私にはお母様がいないのだろう。まるで私が悪魔みたい。ご主人様、お茶が入りました。いらない、飲みたくないの。何も飲まなかったら何日で死ねるのかしら。お前はどうして生まれてきたの。私もわからない、どうして生まれてきたのだか。ご主人様、ご主人様、朝ごはんです。いらない。でもお召しにならないとお体が。いらない、体なんか別に壊れてもいいもの。私が風邪をひいたってお母様は煙たがるだけだわ。スーカ、悲しいです。いいの、ご主人様、朝ごはんです。ご主人様、出て行って。誰とも会いたくないの。出て行って。聞こえなかったの、ご主人様の命令を。はい。ご主人様、いい加減お召しにならないと。いらない。ご主人様がお召しにならないのなら点滴を打たなければならなくなってしまいます。毒でも打ってその方が楽になれるわ。ご主人様、何も見たくないの。行きたくもないし食べたくもない。お外は行かれないのですか。行けるわけないじゃない、誰も連れて行ってくれないのに。スーがお連れします。ご主人様、お召しになってください。本当に連れて行ってくれるの。今なら奥様はお休みです。でもお父様がお許しに。お前、ロボットなのに命令を。朝ごはんを。ええ、いただくわ。ご主人様、ご気分はよろしいですか。ええ、平気。お前こそ大丈夫。はい。もしお母様に見つかったらきっとお前が怒られてしまうわね。スー、平気です。それがお仕事ですから。引き返してもいいのよ、私もう満足だから。ご主人様、嘘をついていらっしゃいます。頭固いのね。
ご主人様、ご到着です。これが学校？はい。古いのね、木造だもの。うちの敷地を売って学校にしてあげたら、もっと立派な学校が建つでしょうに。あ、僕、ここの学校に通ってるの？そう。外に行ったらいけないって言われてたのに、どうしてわからないの？スーが悪いんです。スーが無理やりお連れしたんです。ロボットは黙ってなさい。しばらくロボットと離れて暮らしなさい。え？ロボットはお母様が預かります。いや、スーは悪くないの。スーを離さないで。毎晩悪い夢を見せておいて、よくもそんなことが言えたわね。え？この悪魔。違うの、お母様、違うの。私、お母様が。お部屋に戻りなさい。お父様、早く帰ってきて。スー、鍵開かない。スー、お父様、おじ様、開かないよ。スー、うん、誰？スー、ご主人様。これ見つかったらぶっ壊されちゃうわよ。お戻り。スーはご主人様のお友達です。スー、お母様。お前はどうして私に夢ばかり見させるんだい。私が何をしたって言うんだい。そんなに私が憎いのかい。お母様、しっかりなさって。そんなに生まれてくる子が憎いのかい。生まれてほしくないのかい。お母様。悪魔、この悪魔。お母様、
お母様？うん、お母様？赤ちゃんが…お母様、お母様、スー、早く来て。赤ちゃんのことは残念だったね。お前にはずいぶん辛い目に遭わせたね。いいの、今はお母様の方がきっと辛いから。お前はどうしてそんなに優しくなれるんだい。だってどんなにきついことをおっしゃってもお母様はお母様だから。しばらくお母さんはそっとしておいておやり。お父さんもしばらくうちにいるようにするから。ええ。あ、お母様。お母様。この悪魔！お母様。何の慰めにもならないのだもの。